こんにちは。電脳せどりを得意とするシュワーズ佐野さんのアシスタントを務めている村上です。今回は2017年9月20日公開、2018年4月27日に更新いたしました記事で、ヤフーショッピングのせどりを賢く行い、アマゾンに転売する特殊なやり方とは?という記事についてお話し したいと思います。あなたはヤフーショッピングで仕入れをしたことがあるでしょうか?おそらくこの動画をご覧になっている時点で、あまり仕入れられていない人が多いかもしれませんが、佐野さんはヤフーショッピングをせどりの仕入れ先としてどのように考えているか。一言で言うと、仕入れ先としてめちゃめちゃ使います。嘘でしょ、私は全然商品を見つけられないんだけど、という人も多いと思います。しかし佐野さんはヤフーショッピングから毎月300万円程度も仕入れられています。ではなぜこれほどヤフーショッピングでせどりの仕入れができるのか、具体的な仕入れ方法も含めて教えちゃいます。ヤフーショッピングで仕入れに悩んだことがある人は必見です。それでは今回の目次です。第1章、第2章、第3章、第4章、そして第5章。今回の記事は5つの章からなっています。それでは始めましょう。第1章、ヤフーショッピングでせどりをするメリット。ポイントが簡単に貯まる。ヤフーでせどりの仕入れをする際、必ずヤフープレミアム会員に登録しましょう。登録するだけで T ポイントが5倍になります。獲得した T ポイントは1ポイント1円の価値がありますので、1000ポイントでしたら1000円を手にしたのと同じ価値を持ちます。ちなみに、あまり知られていませんが、プレミアム会員に登録することで、こちらのような飲食店のクーポンがもらえます。マクドナルド、ケンタッキー、サブウェイ、ロッテリア、その他にも、映画の試写会応募や、ライブの先行チケットをゲットできるチャンスがもらえます。プレミアム会員に登録すると、税抜きで月額462円かかりますが、メリットの方がはるかに大きいので、まだ登録されていない方はすぐに登録しましょう。そして、仕入れて現金同様のポイントも獲得するべきです。ヤフーショップでせどりをするデメリットは逆にある？最も大きなデメリットは、価格だけ見ると全体的に高いことです。例えばこんな商品。カシオの電子辞書でアマゾンでは7700円で販売されています。こちらですね。同じ商品をヤフーショッピングの最安値で調べてみたところ、7280円で販売されていました。税込みで7280円。これでは全然利益が出ないですね。
楽天市場でもそうなのですが、ヤフーショッピングなどの大きなショッピングサイトの場合、ほぼ必ずと言っていいほど、アマゾンの価格を参考に値付けしています。そのため、アマゾンより高いか同じ、あるいは少しだけ安くなっているというケースがほとんどです。アマゾンより極端に安くなる背取り対象商品が見つからないため、多くの人はヤフーショッピングサイトから背取りできないと思い込んでいるんですね。ほら、やっぱり仕入れられないじゃんという声が聞こえてきそうです。ご安心ください。ちゃんと仕入れられる方法をお伝えします。ひとまずここでは基本的にヤフーショッピングの価格設定は高めであることを覚えておいてください。第2章、ヤフーショッピングで背取りをするタイミングはいつか。セールを狙おう。1、5のつく日。毎月5、15、25日は5のつく日というイベントが開催されます。で、そのイベント中に買い物すると T ポイントが合計で5倍になります。5のつく日にはまとめて商品を仕入れちゃいましょう。注意点として、5のつく日で獲得できるポイントは1アカウントで5000ポイントまでです。少し細かく言うと、5のつく日のポイントは正確に言うと購入代金の 4% 分となりますので、仕入れ代金で言うと 12.5 万円までは5のつく日のポイントが加算されます。逆に 12.5 万円以上買っても上限5000ポイントをオーバーしてしまい加算されないのでご注意ください。あと、必ずヤフーのアプリから購入しましょう。パソコンから購入するとポイントが半減してしまうので気をつけてくださいね。2、お買い物リレーキャンペーン。お買い物リレーキャンペーン期間内に複数のヤフーショッピング内のショップで商品を仕入れ購入かっこ背取りすると、仕入れたショップの数だけポイントが増えます。こちら、2ストア購入でプラス2倍、3ストアだとプラス4倍、4ストアでプラス5倍、5ストアでプラス7倍、6ストア購入でプラス8倍、7ストアでプラス9倍、そして8ストア購入でプラス10倍。まあこれよりも以上はないんですけどね。1注文あたりの商品本体価格は合計1000円以上であれば1ショップで購入したとカウントされるので、複数ショップでの購入も難しくないですね。注意点として、5のつく日と同じく、ポイント獲得の上限があります。お買い物リレーキャンペーンも、上限が5000ポイントです。基本的には、どのキャンペーンでも上限が設定されていて、5000ポイントが上限になっていることがほとんどです。ヤフーショッピングのキャンペーン情報は、こちらのサイト、ここに載っていますので、今後、いつ、
どのキャンペーンで仕入れるか事前に計画を立てておくのがおすすめですよ。ということで、ご覧になりたい方は本サイトのこククリックをお願いいたします。ということで、パート1は以上で終了となります。パート2でお会いいたしましょう。